皆さんこんにちは。いつものお茶で元酒の動画を提供する毎度おなじみ雄大コープ代表取締社長の三浦雄大と申します。今日はですね、東京の赤坂のため池さんのってところに来ておりますね。はい、で今日のテーマはこちらでございます。はい、そうですね、ミスコンでございます。はい、今日はですね、ミスワールドジャパン日本大会で、ここ東京赤坂のアナインターコンチネンタルホテルに開催されるんですね。でですね、いつも通りの中でいろいろ様子を撮りたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまずこちらがまずご覧ください。はい、はい、では行ってみましょう。これはパンフレットとなっておりますね。パンフレット、このようにですね、ミスワールドの、写真が載ってましてですね、ここにですね、説明が書いてありますね。ここはですね、座席表ですね。座席表はこうなっております。はい、でですね、こうめくると、はい、ここにですね、なんか主催者です、あ、歴史です、歴史が書いてありますね。はい、でこう開くとですね、過去のその大会のその、あ、これ地方大会ですね、地方大会のですね、写真がこのように、ね、載ってありますね。今年からミスワールドさんはですね、各県でですね、地方大会を行っております。はい、ってな具合ですね。あとこのようにですね、地方大会の概要が載ってましてですね、はい、これは一応東京かな。はい、ここからファイナリストの各紹介ですね。出身地、職業、何やってるのかについてはいろいろ書かれております。はい、こういうふうにめくりましてですね、これはですね、これはですね、過去のその日本代表のですね、データですね。はい、そんな具合となっております。はい、ここはですね、活用は活動、こういうことやってるんだよっていうのが紹介、このようにですね、載っております。はい、これはですね、スポンサーの紹介ですね。こういうスポンサーがですね、ミスワールドジャパンを支えてるんだよっていうのですね、このようにですね、細かく記載されている状況でございます。はい、これはですね、お土産ですね。お客様に対して配っていたものなんですけれども、これタオルですね。はい、タオル、スポンサーの会社ちょっと忘れちゃったんですけれども、これタオルを配ってましてですね、肌触りもとてもいい感じでした。はい、あとはいろいろ見ていくんですが、これはね、枕坊さんっていうですね、枕の会社さんがやってます。会社はですね、とか渋谷だったかな、確か、そこにですね、枕坊さんのですね、会社があります。はい。でですね、この後にですね、これはどっかの香水ですかね、香水がこのように載ってありましたね。はい。あといろいろ入ってましたね。はい。これはなんだ、これもなんか化粧水か何かですかね。はい。美容関係のグッズが多いなっていう印象がありましたね。はい。はい、ここは会場ですね。会場はこのようになってますね。客席がこのようにずらーっと並んでましてですね、前方があそこはですね、今日スポンサーの席となっておりますね。はい、席はですね、だいたい500か600ぐらいあったのかな、そんな感じはしますね。はい、あとあそこスクリーンがありまして、あそこがメインの舞台となっております。天井も本当に高くてですね、あと報道陣の方もいっぱいいらっしゃいました。はい、毎度おなじみ僕とパンフレットの記念写真なんですけれどもですね、はい、いつも通りやらせていただいております。はい、ではこれから行ってみましょう。はい、まずはですね、ウォーキングをですね、皆様にご覧いただこうと思っております。どうぞご覧ください。7番上城ゆりやさん。
内田優作さん。Thank you.
世良まりかさん。エントリーナンバー29番、塩田由衣さん。はい、なんかファイナリティさんがこの目の前に歩いてましてですね、とても迫力がありました。ではその1終了です。その2へ続きたいと思います。